うつの人がすごいいるんで、今も接してる人がすぐ元気になりたがるんで、10年ぐらい家で引きこもるぐらいの覚悟でいてくださいっていうの。お金があんだから大丈夫ですよ、お金なくなってもなんとかなるんでって、他人に頼って他人のお金使いまくってくださいって。だから心持ちね、そんなことしたらなんとかってまたネガティブ思想が入るんでって、考えなくていいからって。